2023年3月、とある格安物件を見つけたものの、引っ越す勇気がないと言い、一致はスレを立てました。ところがその後、とある物件との出会いにより、一致は恐ろしいトラブルに巻き込まれるのでした。ある日の夜、正直すぎる不動産屋のヤバい物件を見つけたというタイトルでスレが立ち上がりました。それから一致は、築浅なのに家賃が相場の半額だったと明かし、続けてその理由もちゃんと書いてあったと言って一枚の画像をスレに投下したのです。その画像は不動産屋の店頭に貼り出されている間取りで、手書きのポップには、一人暮らしなのに同居している感覚にさせてくれるでしょう。寂しがり屋さんにおすすめのお部屋です。と書かれています。すると、早速すれないからは、そんなポップにおすすめされても住めない。や、本当に正直な不動産で草。などといったコメントが書き込まれ、スレは序盤から笑いに包まれました。さらには、やっぱり実家が安心安全といった、事故物件の間取りなんか見ていないで、まずはてめえが一人暮らしする物件を見つけろや的なコメントも書き込まれていきます。その一方で、事故物件以前に、ワイはこの間取りが気に入らない。いや、風水的に問題がある。などと、ツッコミの衝動を抑えられなかった。間取りガチ勢ニキたちも湧いてきた様子。続けて、ここで、事故物件ほどコスパいいものはない。と主張し、続けて、お前ら、未だに幽霊とか信じてるの。と煽り出す。幽霊怖くないマウント2期もやってきます。それを皮切りに、スレ内では幽霊がいる派といない派によってレスバトルが始まり、しかもなぜか某論破系配信者に被れているという目も当てられない書き込みが繰り広げられる始末。ところが、そんなレスバトルをよそに、イッチは本当に悩んでいるのだと明かし、スレミンたちに意見を求めました。とはいえ、人の話を聞くスキルが異常なまでに乏しいスレミンたちは、お化け探知機を使えばええやろ、いや、玄関に岩塩でも置いておけ、などと適当なことを書き込んでいきます。しかし、中には、そんなもんは不動産屋に聞け、と、柄にもなく、まともなアドバイスをするスレミンもいる様子。それに対し、イッチは、一応不動産屋に話は聞いている、と答えました。どうやら不動産屋によると、何度か部屋には入っていて、他の物件と変わらない普通の部屋だった、と伝えられたそうです。それから、そもそも事故物件は誰かが住めば告知義務もなくなることから、過去に事故物件だった部屋を普通に貸し出しているケースだってたくさんあると言われたと語ります。とはいえ、現実世界で人間関係をこじらせた結果、ネットの世界に引きこもり、何事においても疑心暗鬼になってしまったスレミンたちは、不動産屋の決まり文句に決まってるやろ、いや、言うのは簡単だ、などと言い、不動産屋の言葉を素直に受け止められない模様。そしてここで、一人のスレミンがやってきて、事故の詳細は聞かなかったのか、と質問しました。それに対し、イッチは不動産屋から、若い女性の自殺でよくあるケースだ、と聞いたことを明かします。それを聞いて、スレないからは、若い女と同棲できてええやん、いや、
実質女と一緒に風呂に入ってるようなもんなどといった、いくら童貞とはいえ秘書すぎる逆転の発想も書き込まれていく始末。ところがここで、イッチは、私は女だから別になんとも思わないと書き込んだのです。すると、スレミンたちは、イッチが男だと思い込んでいたようで、女だと知った途端、イッチの名前を聞き出そうとするスレミンや、一緒に内見に行ってあげる、と言って、あからさまに態度を表現させるスレミンも現れます。そんな、ひもてスレミンたちのザレ言を無視して、イッチは、事故物件は初めてだったから、値段は魅力的だったものの、一旦持ち帰った、と明かしました。それから、イッチは、それにしても、都内の家賃は高すぎる、と嘆きます。それを聞いて、スレナイからは、都内は仕方ない、や、東京でも郊外なら結構安い物件もある、などといったアドバイスが書き込まれました。さらには、物件探しにかこつけて、イッチに会おうとする、おじさん構文の使い手に気もやってくる始末。それに対し、イッチは、できることなら郊外に住みたいとは言いつつ、寝る時間を確保するには通勤時間しか削る時間がないと事情を明かしました。それを聞いてスレミンたちは、社畜やったんか、や、ブラック企業お勤めご苦労様です、などと言い、忙しい社会人生活を送る一致に同情している様子。ただ、イッチの職場は、スレミンたちが言うようなブラック企業でもないそうです。というのも、イッチは数ヶ月前に転職して、今は商社で購買管理事務の仕事をしているらしいのですが、まだ仕事になれず残業が多いのだとか、さらに自宅から職場まで1時間以上かかるようで、職場の近くという条件は譲れないと言います。そんなイッチの仕事への姿勢を受けて、スレナイからは、真面目なんやな、や、ワイならとっくに辞めてるわ、などといった驚きの声が上がりました。その一方で、仕事なんて適当にやるくらいが一番いい、や、真面目なやつほど搾取される、などといった見解もある様子。しかし、そんなスレミンたちの見解は気にも留めず、イッチは、家なんてどうせ寝るだけだし、家賃は安い方がいい、と言いました。ただ、そうは言っても、物件を探しているエリアは家賃相場が高いようで、予算を超える物件ばかりなのだとか、そこで物件探しに時間を使いたくないイッチは、背中を押してもらおうとスレを立てた、と言います。それを聞いて、小道寺ニートたちは、ご飯も勝手に出てきて、洗濯もやらなくていい実家から出られない、や、働くのやだやだ、などと言い、イッチのキャリアウーマン精神に圧倒されてしまった様子。ただ、イッチはスレミンたちの反応を受けて、やっぱりやめた方がいいのかな、と立ち止まり、もう少し考えてみようと思う、と言って、スレを去ってしまうのでした。そして翌日、イッチはスレに現れて、やっぱりあの物件の内見に行くことにしました、と報告します。そして、イッチはすでに、次の祝日に内見の予約を入れているそうです。そんなイッチの行動力に、スレミンたちは、さすがキャリアウーマン、や、一日一単制のワイラとは違う、などと言って感心しました。こうしてイッチは、昨日までは不安だったけど、内見の予約入れたら楽しみになってきた、と胸の内を明かし、
内見後に報告することを約束して、スレを後にするのでした。ところが次の日、イチはスレに現れて、残念なお知らせです、と書き込んだのです。というのも、この日の昼に不動産屋から連絡が入り、例の物件の借り手が見つかった、と伝えられたのだとか。そう説明すると、イッチは、事故物件って意外と人気なんだね、と残念そうな様子を見せます。それを聞いて、スレミンたちは、事故物件が人気なんて聞いたことがない、や、運が悪かったのか、運が良かったのかわからない、などと言い、困惑している様子。ただ、不動産屋は、別の安い物件があると言い、他の事故物件を紹介してくれたそうです。そのため、明日にその物件へ内見に行くのだと言います。これには、スレミンたちも思わず、また事故物件かよ、や、事故物件専門の不動産で草、などとツッコミを入れるのでした。とはいえ、イッチは、内見で問題なければ、すぐにでも引っ越すつもりであるらしく、明日の内見を楽しみにしている様子。こうして、イッチは、いい報告ができるといいな、と言うと、この日はここで、スレを去っていくのでした。そして、翌日、例の物件を見てきた、と、イッチがスレに戻ってきて、4階建て204号室の角部屋です、と報告しました。すると、すぐにスレミンたちは下心丸出して、マンション名や最寄り駅について質問し、物件について詳しく教えてほしい、と書き込んでいきます。そんなスレミンたちの執着っぷりに、危機感を感じたあるスレミンは、イッチに対し、階数やマンションの構造を明かすと特定されるぞ、と注意しました。これには、イッチも盲点だったようで、これからは気をつける、と言い、内見の様子について報告していきます。どうやら、内見に行ってみたところ、思ったほど警戒するような物件ではなかったらしく、家賃が安いにもかかわらず、マンションの共有部はすべて綺麗で、さらにエントランスはオートロックだったそうです。とはいえ、はじめは、もし部屋だけオンボロだったり、謎のシミとかあったらどうしよう、と不安を感じていたのだとか。しかし、物件を見たら、それが取り越し苦労だとわかり、すぐにその物件を気に入ったと言います。それを聞いて、スレミンたちは、謎のシミがあったらやばすぎる、や、一部屋だけオンボロなんて聞いたことない、などと草を生やしました。それからここで、イッチは、この物件が気に入った理由はそれだけじゃない、と書き込んでいきます。どうやら、マンションまで連れて行ってくれた社員は、物件の写真を撮らなければいけない関係で、イッチは一人で帰ることになったそうです。そして、その帰り道に、イッチはマンションの横に小料理屋があるのを見つけ、雰囲気が良さそうだったため、中を覗いてみると、そこには、イッチが最近ハマっていた韓国ドラマの、な、犬にそっくりなイケメンがいたのだとか。こうして、イッチは即契約を決めたそうです。ところが、イッチの即決理由に、スレないからは、結局イケメンが得する世の中よな、いや、これだから女は話にならない、などといった呆れ声が上がります。他にも、ワイを差し置いて、何イチャイチャしとんねん、や、イッチはワイのものや、などと、まだ何も始まっていないのに、今からイッチとイケメンの仲を引き裂こうとする、
逆張り無能キューピッド2機たちも現れる始末。こうして、イッチは不動産屋に戻って契約したい旨を伝えると、一週間以内に引っ越ししてくれたら、初期費用を割引すると特別待遇してくれたため、この週の土日で引っ越しすることにしたそうです。続けて、イッチは、相談に乗ってくれてありがとう、とスレミンたちに礼を言うと、引っ越し準備のため、スレを去っていったのでした。それから数日後、スレに戻ってきたイッチは、大方引っ越しが完了した、とスレミンたちに報告しました。あれから契約が成立し、イッチは平日のうちに住民票の手続きや荷造りを行い、なんとか引っ越しの準備は整ったそうです。ところが、この時期は引っ越しシーズンだったため、引っ越し業者がすぐに見つからなかったのだとか、こうしてイッチはもうダメかと諦めかけていましたが、運よく友達夫婦が車を出して手伝ってくれることになり、なんとか引っ越しができたそうです。そんなイッチに対し、スレミンたちは、普段の行いがいいからやな、や、キャリアウーマンは行動力が違うな、などと言って感心している様子。そんなわけで、イッチにとって、この一週間は休む間もなかったらしく、明日から仕事なんて考えるだけで気がめいる、と弱音を吐きます。ただ、明日は自分へのご褒美として、あのイケメンがいる小料理屋に行く予定であるらしく、イッチは、な犬のために頑張る、と言い、スレを後にするのでした。そして翌日、イッチはスレにやってくるなり、いいニュースと悪いニュースがある、と書き込みました。それから、スレミンたちに、どちらから聞きたいかと尋ねます。それに対し、あるスレミンからは、いいニュースから教えてくれ、といった声が上がり、イッチは、引っ越しが大変だった、と後輩に話していたら、上司が気遣ってくれたらしく、いつもより早めに退社できた、と明かしました。これにはスレミンたちも、よかったな、や、優しい上司で羨ましい、と言って、イッチのいいニュースを喜びます。ところが、イッチによると、早く退社できたため、ウキウキで例の小料理屋に向かったところ、なんと、この日に限って、あのイケメンがいなかったそうです。しかし、このイッチの絶望は、スレミンたちには響かなかったようで、スレないからは、大したことないやんけ、や、また明日行けばええやろ、などといった声が広がります。するとここで、一人のスレミンから、一晩経ってみて、何か霊障はあったのか、との質問が書き込まれました。これに対し、イッチは、今のところ全くない、と答えます。どうやら、今回の事故物件も、若い女性の自殺だったらしく、イッチは恐怖を感じていたようですが、全く霊感がなかったため、大丈夫だったのだとか。それを聞いて、スレないからは、ルームシェアみたいである意味いいな、や、女子会みたいでええやん、などといった声が上がり、スレミンたちもイッチ同様に能天気なようです。他にも、ワイも含めて3人で住みたい、などと、イッチとの同棲を狙う、ちゃっかり2期もいる模様。ただ、イッチは前の職場にいた仲のいい姉さんには散々怒られたらしく、事故物件なんて絶対やめた方がいい、いや、運気が下がるよ、などと言われたそうです。とはいえ、今の物件は、職場から徒歩7分の立地にあり、破格かつ綺麗でオートロックな上、
隣の小料理屋には大好きな俳優にの店主がいるため、この状況で運気が下がるはずないと言い切ります。そんなイッチのテンションにスレミンたちは、なんか女子と話してるみたいや、クラスにこんな女子いたよななどと圧倒されてしまった様子。ただイッチはなんとか無事に初日を終えることができてほっとしているようで、何か進展があれば報告すると言ってスレを去っていくのでした。それから1週間後、イッチはスレに現れて、あれからほぼ毎日例の小料理屋に通っていると書き込みました。どうやらイッチはもともと睡眠時間を確保するために職場の近くへ引っ越したのに、今では例のイケメン店主遠藤に会うためにさっさと仕事を切り上げて退勤しているそうです。また新居の家賃が以前の3分の1程度になったことで経済的余裕ができたため、あの小料理屋に毎日通える余裕が出てきたのだとか、さらにはイッチが家事や自炊が面倒だったことや、イケメン店主と仲良くなりたかったことから行くしかなかったと言い訳を始めます。そんなウッキウキのイッチに対し、スレナイの反応は冷ややかで、勝手にイチャイチャしてくれや、ワイは心霊ネタを期待してたのになどと言い、あまり興味がない模様。ところが恋する乙女の無敵モードに突入したのか、イッチはスレミンたちの興味なさげなリアクションにもお構いなしで、ついに遠藤さんの連絡先をゲットしたと報告しました。これにはいよいよスレミンたちもいい加減にしろと呆れてしまい、別のスレでやってくれや、お前が出て行けなどと怒りをあらわにします。そんなスレナイの空気にようやく気がついたのか、イッチはここで実は昨晩妙なことがあったと打ち明けたのです。それはイッチが就寝していた時のことで、ふと目が覚めたイッチはどういうわけか嫌な予感がしたと言います。それから廊下に人が突っ立っているような気配を察知したイッチはどうしようと不安を感じていると、そのまま続けてパチンパチンとラップ音のような音も聞こえてきたのだとか。そしてその瞬間、恐怖を感じたイッチは体が動かなくなったそうです。それを聞いてスレナイからは、ワイが聞きたかったのはこれや、いや、ちゃんと心霊スレだったなどといった歓喜の声が上がっていきました。そんなおかしなリアクションにイッチは、みんな喜びすぎでしょと戸惑いつつ、最近プライベートでいろいろあったから疲れているのかもと言い、心霊現象が関係ないことをほのめかします。こうしてイッチはまた何かあれば報告しますと言って、この日はスレを去っていきました。それからというものの、数日にわたってイッチから誰かがいたような気がするや、リビングの方まで来ていた気がするなどと報告が書き込まれていきます。しかしどれも曖昧なものばかりで、大した事件は起こらないのでした。ところがある日の朝、イッチは昨日の金縛りは本当にやばかったと書き込んだのです。というのも、イッチはふとつま先のあたりに違和感を覚えて目を覚ましたのですが、確認しようと思って上半身を起こそうとしたところ、体が固まってしまい目しか動かせなくなったそうです。そこでイッチは人生で初めて金縛りにあったことに気がついたと言います。ただ
金縛り程度では満足できなくなっているスレミンたちの反応は、金縛りなんてワイにもある、いやストレスが原因だからゆっくり休めなどと淡々としている模様。ただ金縛りの経験がなかったイッチはパニックになり、どうにか体を動かして金縛りを解こうとしたそうです。しかしどうあがいても目しか動かすことができなかったと言い、今度は足先をゴツゴツとした手で撫でられた感触があったのだとか。こうして恐怖でイッチは気を失い、気がついたら朝になっていたと話します。そんな話を聞いてスレナイからは、怖すぎてシャレにならない、いや目だけ動くのが恐ろしいなどと言い、まだこの程度で恐怖する声もあるようです。その一方で、ゴツゴツした手ってなんだよ、いや自殺したのは女じゃなかったのかなどと、イッチの説明に違和感を覚えるスレミンたちもいました。さらにはゴツゴツした女はワイも嫌などとより好みをする、とんだ勘違い2期も出てきます。するとここで一人のスレミンがやってきて、金縛りは鮮明な夢をより見やすい状態になっているだけであり現実で起こっているわけじゃないと書き込みました。どうやらこのスレミンも疲れが溜まっていると金縛りになるらしく、イッチによく休んだ方がいいと気遣いを見せます。それを受けてイッチは、この際だから最近の悩みも聞いてほしいと言い、実は葵という後輩から粘着されてて困っていると打ち明けました。どうやらイッチも転職した直後から葵に興味があったものの、最近では遠藤と仲が深まるにつれて葵に対する恋愛感情が薄くなってしまい、仲のいい後輩として接していたそうです。当然葵とは付き合っていたわけではないため仕方のないことだとは思っていたものの、葵はイッチの気が変わったのを察したのか、最近ではメンヘララインを送ってくるようになっているのだとか。それを聞いてスレナイからは、思わせぶりな態度を取る方が悪いといった、なぜか葵の肩を持つ声や、いろんな男とイチャイチャするななどといった文句も上がってきます。さらにはワイのことは見捨てたんかと言い始める、どうしてお前がメンヘラやねん2期もいる模様。またどんな内容の LINE を送ってくるのか気になるスレミンたちもいて、スクショを貼るように要求されたイッチは1枚の画像をスレにアップしました。そのスクショにはアオイとイッチのやりとりが確認できますが、それを見たスレミンたちからは、彼氏でもないのに勘違いしててくさと小馬鹿にする書き込みや、イッチの気持ちを探っているだけだなどと、こんな経験したことないくせに知ったかぶりをする書き込みなど、様々な意見が上がっていきます。さらにイッチによると、こうした LINE 以外にも不満があるのだとか。というのも、葵の家も会社から近いところにあるらしく、イッチが引っ越ししたのは自分のためだと勘違いしているようで、頻繁に飲みに誘ってくるそうです。それを知ってスレミンたちは、さすがにそれは引くや、自意識過剰で笑ったなどと言い、葵の言動には理解できない様子。その一方で、恋愛経験がない童貞にありがちで草や、お前らと一緒じゃんなどと煽り始める同族嫌悪スレミンたちも出てきてしまいます。ただ先日困ったことがあったらしく、イッチは
葵の誘いを断った日、遠藤さんの店に入るところに鉢合わせてしまったと打ち明けました。幸い葵には遠藤がただの店員としか見えていなかったものの、今日は体調が悪いから早く帰って寝るんじゃなかったんですかと言われ、ものすごく気まずい空気が流れたそうです。そしてそれ以来、葵との関係がギクシャクしているのだとか。それに対しスレミンたちは、これはイッチが悪いや、葵の心をもてあそぶななどといった厳しい意見が飛び交っていきます。さらには先輩と後輩の関係でも、やられた方は傷つくとグーの根も出ない正論を書き込むスレミンもいる模様。ただイッチもこの件については反省しているようで、もう遠藤とはお店で会うのはやめて、ここ何日かはお互いの家に行って会うようにしているそうです。そんな新事実を知って、心のどこかでイッチも自分の仲間だと勝手に思っていたスレミンたちは一斉に、結局恋愛スレなんかい、いやスレの趣旨変わりすぎだろなどとブーイングを送り始めます。ところがこれはスレミンたちの早とちりだったようで、遠藤とは正式に付き合っているわけではなく、ただゲームをしたりアニメを一緒に見たりするような関係なのだとか。するとここでコナソと名乗る某高校生探偵の介護官的なスレミンが登場し、イッチの部屋で女性が自殺した原因は遠藤に違いないと自身の推理を書き込んだのです。というのもコナソによると、遠藤ほどのイケメンなら周辺に住む女性が惚れるのはおかしくないため、その女性も遠藤に会うため毎日小料理屋に通ったに違いないと言います。ただイッチとは違って、その女性は遠藤と距離を縮めることはできず、しかも毎日外食をしていたせいでどんどん太ったことから、ゴツゴツとした女性になってしまったと考えられるのだとか。こうして遠藤との恋が実らなかった上に、醜い姿になってしまった女性は思い詰めて自殺してしまったと考察しているようです。その後成仏できない女性のもとにイッチが現れ、さらに自分とは違って遠藤といい感じになるイッチに女性は嫉妬し、夜な夜な嫌がらせをしているのだろうと説明しました。そんな推理に対しスレナイからは、天才やそれしかないといった称賛の声が上がっていきます。しかしその一方で、自殺した女も遠藤が好きだったなんて無理があると言って疑う声もあり、小料理屋に通い詰めてゴツゴツになるのは草と冗談として受け止めるスレミンもいる様子。ただ中には、女が自殺した原因がわからないにしても、幸せそうなイッチを見て嫉妬で嫌がらせをしているというのは割とあってそうといった見方もあるようです。それを受けてイッチは、どうすればその女を追い払えるのかとスレミンたちに問いかけました。それに対しスレナイからは、幽霊お断りの看板でも立てておけや、金縛られる前に女を金縛るんやなどといったふざけた提案が書き込まれていきます。しかし中には真摯なスレミンもいるようで、厄除けのため玄関に盛り塩を置いておくようにアドバイスしたのです。こうしてイッチはこのスレミンのアドバイスに従って、早速盛り塩も試してみることにしました。それから数時間後、イッチはスレに戻ってきて、
遠藤に金縛りの話をしたところ、おにぎりとふりかけを作ってくれたと報告しました。どうやらおにぎりは小料理屋でも作っているメニューであるらしいのですが、ふりかけはイッチのために作ったオリジナルレシピなのだとか。そしてそのふりかけにはイッチが好みそうな食材の他に、疲れが取れるよう乾燥ひじきや海苔や鰹節などが入っているそうです。そんな遠藤の心遣いを知って、これまでイッチの恋愛模様を拒絶していたスレミンたちも、遠藤いい男やん、や見直したわなどと言い始め、他にも Y にも遠藤を紹介してくれと言い出すスレミンも出てくる始末。こうして温かい気持ちに包まれたのか、イッチはなんだか今夜はぐっすり眠れそうと言って就寝するのでした。ところが翌朝、イッチが再びやってきて、今度は足首あたりを撫でられてる感覚で目が覚めたと書き込んだのです。さらにはっきりと確かめたわけではないものの、なんだかいやらしい触り方だった気がするのだとか。そのため不快感と恐怖を覚えたイッチはまた気を失ったらしく、気がついたら朝になっていたと言います。するとスレナエからは、本当に金縛りなのか、や金縛りというより心霊現象だろうなどといった疑問の声が上がっていきました。他にも、金縛りに会うときは微妙に自分の部屋と違う、や受験期はよく金縛りに会ってたけど志望校合格した途端会わなくなったなどといったスレミンたちの体験談も書き込まれていきます。中には、金縛り中に黒髪の和服を着た女に襲われたことがあるという強者もいる模様。その一方で、ここまで来たら金縛りじゃないと否定するスレミンたちもいて、葵がイッチの部屋に侵入しているとしか思えないといった不穏な説まで唱えるスレミンもいます。これにはさすがにイッチも、葵はそこまで非常識じゃないと言いますが、葵がストレスの原因になっているのは確かとのこと。しかしスレナエからは、これ以上葵の気持ちをもてあそぶのはやめろといった声も上がりました。それから一人のスレミンによって、この際遠藤と付き合っていると言ってみるのはどうかといった提案も書き込まれ、他のスレミンもその方が葵も納得してくれるだろうと同調します。これにはイッチも、本当に付き合っているわけではないけどとややためらいつつ、葵が納得してくれるならそれでもいいと納得し、翌日話してみることにするのでした。そして翌日、イッチがスレに現れて、葵に行ってみたと報告しました。どうやら話を聞いた葵はいろいろと察してくれたらしく、イッチは逆ギレされたらどうしようと不安を抱いていたものの、葵はよかったですねとだけ言って終わり、何も問題なかったのだとか。それを聞いてスレミンたちは、今夜はぐっすり眠れそうだなと言い安堵した様子。こうしてイッチはスレミンたちにお礼を言うと、これで葵に対するモヤモヤが晴れたから安眠できると思うと言って、この日は眠りについたのでした。ところが数時間後、イッチがまた金縛りにあったと言ってスレに書き込んできました。これにはスレナエも、どうしてだ、いや葵の問題は解決したんじゃなかったのかと混乱している様子。しかし
それ以降、イッチからの書き込みが途絶えてしまい、翌日の夜になっても、イッチはスレに現れません。すると、スレないからは、アオイに殺されたのか、いや、女の霊に呪われた説もある、などといった憶測が飛び交います。こうして、スレミンたちはイッチのことを心配しながら、待つことしかできないのでした。しかし、それから数日後、私は生きてます、と言って、イッチがスレに戻ってきたのです。どうやら、ここ数日間、金縛りが改善するばかりか、日に日に悪化していて、これまで足先を触られていたのに、ふくらはぎや膝や太ももなどと、徐々に上半身へ近づいていて、そのことが恐ろしかったのだと明かします。そして、そんな状況に恐怖を覚えたイッチは、寝ないで一晩過ごそうとさえ思ったよう。しかし、気絶するように眠り、金縛りで目が覚めるといった夜が続き、ふらふらの状態で出社していたのだとか。それを聞いて、スレミンたちは、イッチが数日顔を出さなかったことに納得した様子。ただ、イッチは、葵に関するストレスはもうなくなったはずなのに、どうして金縛りがひどくなっているのか、と頭を悩ませます。すると、スレないからは、葵を怒らせたのではないか、といった見方も出てきて、マジで葵がイッチの家に侵入している可能性がある、や、鍵をこっそり複製していたらワンチャンあり得る、などといった、恐ろしい憶測まで書き込まれていきました。ただ、中には、突然遠藤に乗り換えたイッチの自業自得だ、と考えるスレミンもいるようですが、他のスレミンからは、別に付き合っていたわけじゃないから構わないだろう、といった意見もあり、そのスレミンに対し、女と付き合ったことなさそう、や、付き合うイコール手をつなぐだと思ってそう、などといった偏見も書き込まれていく始末。こうして、どちらの方が恋愛経験が豊富なのか、といった、誰も得しないレスバトルが繰り広げられてしまいますが、一人のスレミンが間に入り、そもそも葵と決まったわけではないだろう、といった声もあり、女性の自殺した原因を調べたら何かわかるはず、というアドバイスも書き込まれていきました。これを受けて、スレないからは、不動産屋に聞いてみるように促す声が上がり、イッチはスレミンたちのアドバイスに従うことにするのでした。それから数時間後、イッチがスレに戻ってきて、霊障の話をした上で、女性が自殺した原因を聞いてみたものの、はっきりと把握しているわけではなかった、と報告しました。ただ、その女性は家賃が未払いだった月があり、いろいろと調査した結果、精神病だったことは噂で聞いているそうです。しかし、スレミンたちはそれを聞いても、わかるようでわからない、いや、もっと詳細が知りたい、などと言い、微妙な反応を見せます。すると、スレないから、近所の人が何か知ってるかもしれない、といった提案が書き込まれました。これには、スレミンたちも、もっと早く気づくべきだった、いや、そっちの方が早かった説、と気づかされた様子。こうして、イッチは、マンションの近隣住民に、前の住居人について、聞き込みしてみるのでした。それから、1時間後。一応、情報は手に入れた、と言って、イッチがスレに戻ってきました。どうやら、隣に住む夫婦は、女性とほとんど関わりがなかったものの、夜中に女性の泣き声が聞こえていた、
と話していたそうです。また日を追うごとに女性はやつれていて、最後の方がガリガリだったのだとか。とはいえ、これだけの情報では女性が自殺した原因まではわかりません。ただ最近しっかりと睡眠できていないイチは疲れているようで、これ以上あの部屋で寝るのは無理と言います。こうしてイチは一時的に遠藤宅で過ごすことをほのめかして、スレを去っていくのでした。そして翌日、イチがスレに戻ってきて、遠藤さんの家で寝かせてもらったと報告しました。どうやら遠藤の家では霊障は起こらなかったらしく、朝までぐっすり眠れたそうです。それからイッチはスレミンたちに、本当にただ睡眠をとっただけですと念を押しました。さらに遠藤は朝ごはんも用意してくれたらしく、最高すぎると言って一枚の画像をアップします。その画像には遠藤がパンケーキを乗せた皿を持っている様子が写されていて、写真を見たスレミンたちからは、さすが小料理屋の店主や普通に美味しそうなどといった声が上がりました。その一方で、パンケーキを焼いただけでチヤホヤされる世の中って何なんだといった不満もあるようで、他のスレミンたちからは、それが世の中だや、一定のレベルまで育成できたら発動するスキルだなどと厳しい現実を突きつけられてしまいます。ところがここであるスレミンが、そいつちょっとヤバいやつかもしれんと言い出したのです。そんな突然の発言にスレミンたちは、嫉妬の塊で草や、やばいのはお前定期などと言って聞き流そうとします。このように信じてくれないスレ内の住人たちですが、このスレミンは少し前にツイッターで、好きな女に自分の髪や爪を食べさせたら付き合えることになったという書き込みを見たと説明したのです。そんな聞き捨てならない書き込みを聞いて、スレナイは普通にヤバすぎるだろなどと騒然とし始め、スレミンたちはその書き込みが遠藤と関係あるのかや、遠藤だとわかる証拠はあるのかなどと問い詰めました。それに対しこのスレミンは、指輪をしているのが印象的で覚えていたと答え、爪とふりかけでキーワード検索したら見つかったと言って一枚の画像をアップしたのです。その画像はさやえんどうというユーザーがふりかけの写真をアップした投稿で、確かにスレミンが言うようにパンケーキの画像と同じ指輪が確認できます。さらにこのユーザーは爪入りふりかけと明かし、僕をたくさん摂取してねといった気色の悪いコメントも添えているのです。そんな投稿を見てスレナイからは、同じ人間だとは思えないといった声が上がり、いつもは一言多いスレミンたちですが、あまりのショックに言葉が出てこない様子。ただ中には、彼女の髪の毛を食べたがる男の話は聞いたことがあるというスレミンもいますが、自分が好んで食べるのと人に食べさせるのとでは意味が全く違うと否定します。他にもイッチが知らないうちに食べさせられていたことに恐怖する声も上がりました。その一方で、この展開を楽しむメシウマスレミンたちもいて、イッチ騙されたなと草を生やしたり、アカウントを特定しようとしたりします。それからスレミンたちがサヤエンドウのアカウントを見つけると、
乾燥ひじきは髪の毛のことか、や、パンケーキにも入れたらしい、などと飽き込んでいきました。こうして、すれないには、イッチ見てるか、や、早くイッチに教えないと、などと書き込まれていき、イッチを心配する声も上がっていきます。さらには、逆にもう知らない方が幸せなんじゃないか、と言い始めるスレミンもいる様子。それから数時間後、遠藤の家から帰宅したイッチが、スレナイがすごいことになっているね、と言って、スレに戻ってきました。どうやら、スレミンたちの書き込みはもう確認したようですが、遠藤さんがそんなことするわけないでしょう、と言って、信じていない様子。それに対し、スレミンたちは、投稿の日付が、イッチに料理を振る舞った日と同じだ、や、指輪に見覚えがあるんじゃないか、などと言い、どうにかしてイッチを説得しようと試みます。しかし、スレミンたちの思いとは裏腹に、イッチは、そんなに他人の服を見て喜びたいんだ、と言って、ついに切れてしまった模様。さらには、そうやって他人に執着するから、いつまで経っても幸せになれないんだよ、と、禁止カードまで繰り出してしまいます。それに対して、スレミンたちは、顔真っ赤で草、や、ヒス構文炸裂してるやん、などと抵抗しますが、残念ながら、聞きすぎてしまうスレミンたちもいるのでした。それから、ここで一人のスレミンが、あのゴツゴツした手の正体は、遠藤ではないか、と問いかけます。これには、他のスレミンたちも納得している様子で、遠藤がイッチをストーカーしていた説や、イッチの家に遊びに来た遠藤が、帰ったふりをして、息を潜めていた説など、様々な憶測が書き込まれていきました。それを受けて、スレナイから、イッチに対し、ゴツゴツイコール遠藤という可能性はないのか、といった質問が投げかけられます。それに対し、イッチは、今思えば、葵の手はスラッとして綺麗な手だったけど、遠藤さんの手は、どちらかというと、男性らしくてゴツゴツはしている、と語ったのです。これを受けて、スレナイでは、遠藤犯人説が濃厚になっていきます。ただ、そうは言っても、イッチはそれを認めていないようで、手だけで遠藤さんだと決めつけるのはおかしい、と否定しました。また、遠藤が経営するお店は、早朝まで営業しているらしく、私が寝ている時間も働いているのでありえない、と言います。ところが、遠藤が異常な人間だと思っているスレミンたちは、距離的には問題がないことから、仕事をサボって侵入することくらい簡単だ、や、他のスタッフに任せて、店を抜け出しているのかもしれない、などと書き込んでいきました。これを聞いて、ついにイッチは、勝手に書き込んでれば、と怒りをあらわにし、もう知らない、と言って、スレから離れていってしまいます。そんなイッチの様子を見て、スレないからは、さすがにやりすぎたな、と、心配する声も上がりますが、完全には否定できないから怒ったのではないか、と考えるスレミンもいる様子。それを受けて、スレナイでは、いっそ自分たちでこの謎を明らかにしよう、といった声も上がっていきます。こうして、サヤエンドウとエンドウが同一人物である証拠を集めるため、スレミンたちは動き始めるのでした。その後、スレミンたちが本領を発揮したことにより、
サヤエンドウのアカウントから次々とエンドウであると思われる投稿が見つかったのです。あるスレミンは1枚の画像を貼り付け、俺好みのお客さんというのはイッチのことではないかと指摘しました。さらに他のスレミンは連絡先を交換した日がイッチの書き込みと重なっていると言います。こうしてスレ内ではサヤエンドウというユーザーが小料理屋のエンドウではないかという見方が強まっていくのでした。その後スレミンたちの調査は続行し、ついにはエンドウが営む小料理屋の SNS アカウントまで発見したスレミンも出てきて、いよいよエンドウを特定したとスレ内は盛り上がっていきます。するとここで一人のスレミンが、ここに爪振りかけのことを書き込んだらどうなるかなと言い出したのです。それにはスレミンたちもさすがにそれは鬼畜などと半ば冗談で受け止めますが、中には真に受けて本当に書き込んだスレミンもいる模様。こうしてスレミンたちはもし遠藤とは無関係だったら風評被害になると焦りつつも、自分にとっては他人事として受け流すのでした。ところが数日後、一人のスレミンが遠藤のアカウントが暴露系 YouTuber に見つかったと駆けつけてきて、ある動画のリンクを貼り付けたのです。それは異物混入で大炎上、小料理屋遠藤ダイニングがヤバすぎるというタイトルの動画で、早速動画を見たスレミンたちからは、マジでサヤエンドウはエンドウだったや、インスタグラムで叩かれまくっているなどと報告されます。そして動画内ではエンドウのお店でも爪入りふりかけを提供していたと説明されていたようで、スレミンたちはふりかけはオリジナルじゃなかったっけ、いや噂が一人歩きしているななどと言って困惑している様子。ただスレミンたちによると、すでに遠藤ダイニングのインスタグラムは大炎上しているようで、スレ内からは再起不能ではないかや遠藤終わったなといったコメントも書き込まれていきます。そんな中、イッチを心配する声もあり、スレ内は自分たちの行動の影響力に言葉を失ってしまうのでした。そして翌日、あるスレミンが遠藤ダイニングのインスタグラムが更新されていたと駆け込み、ついに閉店するらしいと言って一枚のスクショを貼り付けました。その投稿には異物混入騒動に関するお詫びと閉店の挨拶が書かれていて、投稿を確認したスレミンたちからは、俺たち本当に特定しちゃったんだな、いや、やっぱり店では爪入りふりかけを出してはいなかったみたいだな、などと書き込まれていきます。そしてその後、この投稿を見ました、と言って、イッチがスレに駆けつけてきて、まさかみんなの言っていたことが本当だったとは思わなかった、と胸の内を明かしました。ただ、ここまで来て、さすがにイッチも現実だと認めた様子。それから、イッチは、遠藤の連絡先を削除した、と言い、もう会うこともないそうです。ただ、遠藤から報復されることを恐れたイッチは、この日、大急ぎで、次の引っ越し先を探し、とりあえず契約したらしいのですが、事故物件で金縛りに遭うことを恐れたイッチは、賃料が高いものの、
新築マンションの一室を選んだのだとか。そんな報告を受けて、スレミンたちは、これでも安心して寝られるな、や、エンドなんか縁を切って正解だった、と言い、まだワンチャン狙っている様子。こうして、イッチはスレミンたちに、いろいろと気づかせてくれてありがとう、と礼を言うと、静かにスレを去っていったのでした。ところが、一週間後、深夜にイッチがスレにやってきて、また金縛りにあった、と書き込んだのです。さらには、新しい物件は事故物件ではないはずなのに、ラップ音も聞こえてくるらしく、イッチは困惑している様子。これに対し、スレミンたちは、引っ越し続きで疲れてるんだろう、や、あんなショックなことが起こった後だから、金縛りに遭うのも仕方がない、と言い、イッチの疲労を心配し始めます。ところが、イッチによると、またあのゴツゴツした手に触られている感触があったようで、引っ越したのに何も変わってない、というのです。さらには、以前よりも触り方が気持ち悪くなっているのだとか、これにはスレミンたちも動揺し、なんでまた、や、エンドとは縁を切ったんだろう、などと言い、驚きを隠せない様子。すると、ここであるスレミンが、前の物件にいた女性の霊が、イッチについてきたのではないか、と指摘しました。これには、スレミンたちも納得しているようで、この女しつこすぎるだろう、や、イッチがかわいそう、などと同情します。それを聞いてイッチは、引っ越し費用高かったのに、と落ち込んでしまいましたが、遠藤から逃げる目的もあったため、それは仕方ないか、と諦めている様子。それから、イッチは、霊感がないから、どうすればいいのかわからない、と言い、スレミンたちにアドバイスを求めました。それに対し、スレないからは、お祓いしてもらった方がいい、や、占い師に見てもらえ、などといったコメントが書き込まれていきます。すると、イッチは納得した様子で、その辺のことに詳しそうな人にも聞いてみる、と言って、スレを去っていくのでした。そして翌日、スレに戻ってきたイッチは、早速、仕事帰りに占い師に見てもらいました。と報告しました。どうやら、イッチの同僚が、占いマニアだったらしく、おすすめの占い師がいると、紹介してもらったそうです。ただ、占い結果には満足していないようで、ぼったくられたのかも、と言います。そんな、イッチに対し、スレミンたちは、そんなにひどい占い師だったのか、いや、そもそも占いなんかで除霊はできたのか、などと、興味津々な様子。こうして、イッチは、その日の占いについて語り始めました。なんと、イッチによると、ブースに入った途端、占い師から、あなた、生き霊がついてるわよ、と言われたそうです。そして、占い師が生き霊の見た目を描写したところ、それが遠藤のように思えたと言います。それから、占い師はイッチに対し、体の中に入り込もうとしている、や、すでに三分の一は体内に入られている、などと告げたのだとか、それを聞いて、スレミンたちは、女の霊じゃないのかよ、や、生き霊なんているわけないやろ、などと言って、草を生やしました。さらには、イッチの顔を伺いながら、
平均的な男性像を描写しただけと占い師を疑うスレミンもいる様子。他にも、そんなに眠れないなら病院に行って見てもらった方がいいんじゃないかとアドバイスするスレミンもいて、スレナイからは、占いに頼りすぎるとぼったくられるぞといった忠告も吐き込まれていきました。ところがここで一人のスレミンがやってきて、生き量は本当にいるというのです。さらにはなんだか妙にイッチの話と似ていると言って、あるページの URL を貼り付けました。それは数ヶ月前に建てられた元彼にストーカーされているというタイトルのスレで、灰色の夢と名乗るイッチが別れてから通勤のタイミングを見計らって監視してくると打ち明けています。さらには会社の前に立ってたこともあったらしく、灰色の夢は怖すぎるとスレミンたちに助けを求めていました。するとスレナイからは、警察に相談しろや現行犯ならさすがに対応するだろうといったアドバイスが書き込まれていきます。こうして灰色の夢は、次何かあったら警察に相談してみると言って、この日はスレを去っていきました。そして数日後、スレに現れた灰色の夢は、なんと元彼が家の中にいると言って、スレミンたちに助けを求めたのです。これには灰色の夢自身もパニックな様子で、怖すぎてトイレに閉じこもっていると言います。それを聞いてスレミンたちは警察に電話して、元彼にバレないよう玄関に回り鍵を開けるように指示しました。ところが数十分後、スレに戻ってきた灰色の夢は、警察からあなた以外誰もいないですよと告げられたと書き込んだのです。確かに警察と口論していたらいつの間にか消えていたらしいのですが、確かにその場にはいたと言います。それにもかかわらず警察からはメンヘラ扱いもされてしまったらしく、私頭おかしいのかなとショックを受けた様子。これにはスレミンたちも戸惑ってしまい、一度病院で見てもらえと勧めるのでした。そして翌日、灰色の夢はスレに来て、元彼はストーカーじゃなくて生き霊だったと説明したのです。というのも、この日の帰宅途中、また元彼が待ち伏せしていたと言います。そこで気まずさと怒りを覚えた灰色の夢は U ターンし、いつもは避けてた元彼の小料理屋の方を通って帰ったのだとか、その際ふと小料理屋を覗いてみると、そこには仕事をしている元彼の姿があったそうです。当然瞬間移動するなど考えられず、イッチはここでようやく今までの元彼がストーカーではなく生き霊だったことに気がついたと言います。どうやら灰色の夢は霊感があるらしく、日常的に幽霊が見えているそうです。ただ幽霊は人間とは違って透けて見えるため、見え方で判別しているのだとか。しかし今回ばかりは触れてはいないものの、かなりリアルに見えていたらしく、幽霊慣れしている灰色の夢でさえも生き霊だけは恐怖を感じたと言います。これにはスレミンたちも、生き霊ってマジでいるんだと言って衝撃を受けている様子。ただ元彼がストーカーではないことが分かったものの、
こうして書き込みをしている今でも、元彼の生き量がじっと自分のことを見つめているらしく、一生付きまとわれるのかと思うと、頭がおかしくなりそうだと言います。そしてその後も、元彼の生き量は灰色の夢に付きまとい、イケメンでラッキーとか思っていた私への罰なのかな、という謎の書き込みを最後にして、スレから姿を消してしまいました。その後、スレ内では、まさか自殺したとかないよな、と囁かれ、このスレは終了してしまいます。そんな過去スレを読んだスレ民たちからは、生き量の方が怖くなってきた、や、家の中に生き量がいるのは怖すぎる、と言って、恐怖の声を上げました。しかしここで、あるスレ民は、灰色の夢の元彼が、イケメンで小料理屋で働いているという点から、遠藤なのか、と指摘したのです。これにより、灰色の夢が精神病になって自殺したのではないか、といった憶測も飛び交います。こうしてスレ内では、イッチが以前住んでいたところが、灰色の夢の部屋ではないか、といった考察も書き込まれますが、真相にたどり着く術もなく、このスレは幕を閉じるのでした。他人に執着しすぎると、生き量になって現れることがあるらしいですね。粘着質な視聴者の皆様は、恋愛やオタ活もほどほどにしておいた方が、相手のためになるでしょう。次回の動画も楽しみにしろください。とある小説の編集者に送りつけられた差出人不明の一通の短編小説。そこに書かれていたのは完全犯罪を予言した殺害予告だった。